道の駅新州平屋は、長野県下稲郡平屋村にある国道153号の道の駅である。併設されている新州平屋温泉ひまわりの湯、小館邸、ホットパーク平屋号についても併記する。標高は920メートルである。道の駅としての施設は、国土交通省が管理する新州平屋温泉ひまわりの湯と、 国道153号の間にある駐車場と、付随施設のみである。新州平屋温泉、ひまわりの湯国道153号から、道の駅を抜けた西隣にある。株式会社新州平屋温泉は、平屋村を筆頭株主とする第三セクターであり、中京など需要が見込める地域の企業や、平屋村の村民の多くが出資している。祝日に当たらない水曜日が、 定休日である。新州平屋温泉ひまわりの湯の横で地場産物を販売していたものを発展させたものである。祝日に当たらない水曜日が定休日である。道の駅の国道153号を挟んだ言い出し寄りの蓮向かいに2004年5月に豆栗地区駐車場を及び店舗エリアとして平屋村が新設した。このエリアをホットパーク平屋号と称している。 ガソリンスタンドと JA 店舗のほか、8店舗の商用スペースがあるが、2012年8月現在、その商用スペースには3店舗のみが営業している。ありがとうございます。